木下優香は日本のフードファイター、YouTuber ーー、エニマインドグループ株式会社業務提携。特技は大食いとイラスト。血液型は O 型。2021年時点で日本国内の単独の女性 YouTuber ーーでチャンネル登録者が最も多い人物。中学校卒業後、友人らとバイキングに行った際に皆が30分で、 ギブアップする中、2時間食べ続けたことで大食いに目覚める。2009年の元祖、大食い王決定戦全国縦断、新城発掘戦福島、広島、岐阜、熊本編の新人戦広島地区代表決定戦で、準優勝を果たし、デビュー。2010年の元祖、大食い王決定戦爆食女神終わりなき生戦、ハワイ編の大阪第二代表決定戦で、 三年連続大阪第二代表の正治優子にセリ勝ち、大阪第二代表となる。2012年頃には、クローディアにマネジメントを置き活動する。2013年、元祖、大食用決定戦爆食なでしこ頂上決戦、ベトナム編では、補欠出場ながら優勝したアンジェラ佐藤と金佐で準優勝となった。2013年にはクローディアを退所し、 テレビでは伝えきれない食を楽しむ様子を見てほしいとの思いから2014年5月に YouTube チャンネルを開設動画投稿を開始した2020年1月に UM を退社ししばらくフリーで活動していたが同年5月27日にインフルエンサーマーケティング企業の株式会社コラボテクノロジーが運営するプロダクションおとずれに所属したことと アジア最大級のマルチチャンネルネットワーク、エニマインドクリエイターズネットワークを運営するエニマインドグループ株式会社との業務提携を実施したことを発表した。2020年8月3日、所属先のコラボテクノロジーの称号が株式会社トリドリにプロダクション名の訪れがトリドリプロダクションにそれぞれ変更となった。2021年4月28日、 YouTube メインチャンネルにて初主演ドラマ、大食い捜査官、木下優香エピソード例が期間限定で無料公開され、5月5日終了予定だったが、視聴数が伸びなくて公開期間を延長中。2021年7月1日、自身4つ目の YouTube チャンネル、木下優香の新チャンネル登録よろを開設し、ホラーゲーム配信の YouTuber、 猫子猫と交際していることを初投稿動画で報告した。同月2日に二人のカップルチャンネルとして、ユーネコチュから部に正式決定した。2021年9月5日、所属していたとりどりプロダクションから独立したことを YouTube メインチャンネルで報告した。エニマインドグループとの業務提携は継続する。イベントや収録に限定されず、平時からの大食い。動画には、 世界各国のユーザーからのコメントも書き込まれ、2016年時点で中国国内のインターネット上では渡辺直美と並ぶ人気を集めるとされる。ユーチューバーとして多数の大食い動画を投稿、倍速などを使用して配信。丸亀製麺や吉野や共同乳業、大江戸温泉物語など飲食企業を中心に多くの企業とタイアップ企画を行っており、 YouTube のプロモーション CM にも出演。2016年12月には、長崎県壱岐市のふるさと納税の呼びかけ役に起用され、壱岐牛の焼肉屋台の干物を完食する動画を投稿した。一時期の芸名は、木下優明、読み同じ。下の名前は、ひらがなが正式な本名であり、画数が良いからという母親の勧めで使っていたと2017年6月18日の、 YouTube ライブで述べている。ありがとうございます。